Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Hello, Seri-san and my friends in USA. I would like to introduce myself a bit. I am Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and I am now at age 68 this year in 2016. I studied English in Melbourne University in Australia in 1970,But I haven't used it in my daily life after that for almost more than 40 years since then. Then I am afraid or scared. If I can explain about my ideas properly in English here in this video. But I will try, or I feel I should do. First of all, I would like to say that it's easy to get surprised and say, it is incredible orUnbelievable when we see something or know something which is strange or unusual. But a more important thing is to unify this fact and then to weave up some sort of theories out of this fact. I mean, otherwise, we would get lost in the labyrinth of mysteries and repeat the same mistakes all the time again and again. Anyway, I will show youUSA in Nazca in this video, and I think I have to explain about my Hiroshi Hayashi's line theory before I talk about USA in Nazca. Through this video, you may know that this world has been calculated by aliens whom you may call gods, and we, human race, have God, another version of history,which has been hidden secret behind. It is another version of history which has been warped since the beginning days of human history. Hiroshi Hayashi's line theory from Easter Island to
Giza Plateau, Egypt. では画面を見ながら説明します。今林博士のライン理論の簡単な説明をしました。で、もう一度この地球の上でですね、ライン理論を皆さんに紹介します。この緑の線はですね、イースター島とギザのピラミッドナンバー2をつないだ線です。そして途中にナスカ、新直線下にナスカがあります。そしてこの赤い線が赤道です。で、日本の線が交わり、ここにクロスポイントができます。こちらをウエストポールと私は呼んでいます。基準点中の基準点です。で、間の角度は 60.00 になるわけですね。赤道に対しては 30.00 になります。で、今右の方にウエストポールを移動させました。で、ウエストポールからティオティワカンに線を引きます。で、ティオティワカンですね。で、このラインに対して90度で北に向かいますと、モヘンジョダロに向かいます。そして60度で向かいますと、ギザのピラミッドに向かいます。まあ、このような位置関係にあるということですね。で、これは偶然によるものなのか、それとも人工的にアレンジされたものなのかということになります。で、やや狂いが生じますけども、90度で下に向かいますと、イースター島へとつながっていきます。で、このティオティワカンを調べてみます。で、上からですね、モヘンジョダロからの線を引いてみました。で、このモヘンジョダロの塔からの線は、新直線にティオティワカンの参道を貫きます。なわち参道は、まっすぐとモヘンジョダロを向いているということですね。この参道のことを死者の大通りと言い、かつ、モヘンジョダロの意味はですね、死の丘という意味です。関係があるのかないのか。で、中心に今、ギザを持ってきました。中心にギザがありますね。そして緑の線が、ギザとイースターと、あるいはナスカをつないだ線です。で、この赤い線はティオティワカン。そしてモヘンジョダロと、ティオティワカンをつないだ線が黄色の線です。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、モヘンジョダロとティオティワカンをつないだ線とギザの作る角度が正確に、これは本当にシャープに出てきますよ。60.0000 という角度で出てきます。そしてギザのピラミッドのナンバーワンとナンバーツーの頂点をつないで、線でつないでいます。その線に対して、ティオティワカン、もしくはポポカティペティ山の方が正確に出てきますけども、まあ、ややずれが出るんですけどもね、まあ、正確に90度、すなわち第1、第3のピラミッドは頂点を通して、ティオティワカン、もしくはポポカティ山の方を向いているということです。ポポカティペティ山のふもとに、ティオティワカンがあります。で、ポポカティペティから、ナスカの十字架、グランドクロスの縦線と重なります。そして右の方へ行けばモヘンジョダロ。角度は90度、45度という角度になって現れてきます。まあこれを偶然というか、あるいは人工的というかは皆さんの判断にお任せします。で、USA、in ナスカの話をしたいと思いますけども、まず皆さんにいくつかの点を紹介します。ブライス、インタグリオスです。ここには奇妙な地上絵があります。ナスカの平原と同じ方式で書かれています。硬い岩盤の上に小石を敷き詰め、上からバーッと吹っかけて、こうしたラインを作ったものと、林博士は判断しています。これがブライス・インタグリオスの人間ですね。そしてもう一つ、ここにカフキアマンドがあります。このカフキアマンドは、日本の大仙稜および前方後円墳と同じ、天文観測所であったと、林博士は判断しています。また、そういう視点で、証明いたしました。で、ここにはそれほどそういったものは残ってないんですね。ただマウンドだけですけども、コンセプトは前方後円墳と同じという意味です。そしてここにサーペントマウンドがあります。なぜサーペントマウンドが重要かということは、この後につなげて説明いたします。ここに蛇の模様があるわけですね。頭と卵に注意していただきたいと思います。尻尾のところにくるくると巻いた螺旋形があり、それから頭の間には卵があります。そして、その先にワシントン DC があるということですね。もう一度このラインを見ていただきたいと思います。ブライス・インタグリオスとサーペントマウンド、それから中央に、カオキアマウンドがありますが、新一直線です。カオキアマウンドのエラーは、まあ、ほとんどないと言いますか、ゼロと林博士は見ています。そしてその先にワシントン DC がありますが、ワシントン DC のやや北部を横切ります。で、まあ、このサーペントマウンドから60度で、西に向かいますと、このラインが、いわゆる大仙稜に向かうということですね。ややエラーが出ますが。はい。で、この黄色い線が比叡山を通って、清水寺を通って、そして大仙稜を新直線に2つに割ります。中部角をご覧ください。
なわち大占領はサーペントマウンドを向いているということですね。なぜサーペントマウンドかということはこれから説明いたします。極めて重要な、まあ、あのランドマークということ、いわゆる道路標識ということになるわけです。で、この角度がですね、北極に対して30度、正確に 30.0 ですという角度で、あの、サーペントマウンドを向いているということですね。で、ナスカの USA について話を続け、つなげたいと思います。で、今、繰り返しになりますけども、ナスカの USA。で、ナスカにはそれぞれの直線が集まっているということですね。まあ、関連性のある、あの、いわゆる古代遺跡というのはナスカで、同じプラットフォームもしくは同じ場所から出発しています。まあ、これもその中の一例ということになります。そうした例を、まあ、皆さんにもすでに2桁以上は皆さんに紹介していると思います。で、今、ブラスイントグルースからですね、北に 0.0000 度行きますと、ここに、バリオフファイアがあります。燃える大地のように真っ赤な大地という意味です。そして、右の方にカフェティア・サーペント、そしてワシントン DC へと繋がっていきます。で、まあ、ワシントン DC はですね、場所が先に決まってたということですね。何らかの遺跡があったと思われますけども、現在は大都会になっていますから消えています。そして、サーペントマウンドから60度で引いていきますと、大占領をこのように2つに割ります。なあち、繰り返しになりますけども、大占領はサーペントマウンドを向いて左行きますと、クロスポイントチャイナですね、アジアの基準点、そして右下行きますと、ロアペクザンとなります。このロアペクザンはですね、坂船石の、まあ、のところにも描かれています。その証明もいたしました。で、これはナスカラインをチャートにしたものですけども、まあ、もう一回繰り返してみますと、左の下がですね、これがブライス・インタグリオスで上へ行きますと、バリオ・ファイアですね。真っ赤な大地です。サラデコイパサと同じです。まさに赤い乾燥した大地ということになります。まあ、まさにこういった場所を好むエイリアンがいたということですね。そして、カフキアマウンド、そして右の方にサーペントマウンド。やや離れますけども、離れたと言いますか、ワシントン州の北部を通るんですけどもね、右がワシントン DC で、そしてサーペントマウンドから60度で引いてきた線が、大占領マウンドということになります。そして大占領は正確に、サーペントマウンドの方向を向いています。そしてそれぞれの場所からですね、ナスカに線を引いています。まず、ブライス・イタグリオスですね。それから、バリオファイア。バリオファイアと、サラディコイパサですね、は同じ、まあ、環境と言いますかね、同じような環境であることは以前に証明いたしました。で、カフキアマウンド、サーペントマウンド、ワシントン DC、そして、大占領から、ナスカに線を引いています。そうしますと、これらの6つの箇所は1箇所に集まります。まあ、ここが林博士のナスカ理論ですね。で、すなわち、ナスカの滑走路はですね、こうして、それぞれの関連性のある遺跡を示している。逆に言いますと、こうしたラインを丁寧に調べることによって、どういった関連性があるかということは逆にわかるわけです。で、ここにありますが、これがブライスから引いてきた線。その同じ滑走路の右側は、バリオファイアです。すなわち、この滑走路は両方を示しているということですね。ここにあるのが、カフキアマウンドです。中部がご覧くださいよ。そしてここにあるのがサーペントマウンドです。ちょうどあの、イングリッシュのところに、あの、くるくるくると蛇の模様が後で、まあ、紹介します。が、であります。そしてこれが、ワシントン DC、そしてもちろん大占領もあります。そしてこれは特にあの、中央の3本の線はですね、等間隔に並んでいることに注意してください。で、ややワシントン DC が離れますが、で、まあ、緯度経度をここに示していきますが、これはブライス、右の方からブライス、それからバリオファイア、大占領、カウキア、サーペント、ワシントン DC と並びます。で、結論でことになりますけども、このようにですね、ライン、理論及びナスカ理論を使うと、古代の文明の謎が解けていくということです。まあ、こういった、もう一回繰り返しになりますけども、こうした6箇所からですね、ナスカに線を引きますと、同じ場所に集まるイコール、まあ、林博士のナスカ理論によって古代文明の関連性が、こうして、まず、決められていくということですね。そして、カフキアマウンドと大占領マウンドは関係がある、すなわち、古代の天文観測所であったという林博士の説と繋がっていきます。まあ、アメリカではね、カフキアマウンドは、お墓でないことは本当に安心しました。まあ、世界のね、考古学者の先生とは何でもね、墓、墓、墓と言いたがるんですね。わからないものがあると、墓、墓、墓。もう聞き飽きましたね。それからもう一度、繰り返しますと、ブライス・インタグリオス、カフキア、サーペントマウンドの話ですけども、まずこの、大占領マウンドですね。その、まあ、大占領マウンドの、まあ、左の線は、これは後で、一番末尾にですね、ライン理論を、まあ、簡単に説明しておきますけども、クロスポイントチャイナへ行く向かう線です。正確に 270.0000 で左の、側の西の方ですね。クロスポイントチャイナと繋いでます。そして右下の方がマウントラペフです。ニュージーランド最大級の最も美しい火山ですね。そして左、
右上行きますと、サペとマウトということになります。その間の角度は正確に 120.0。ややエラーはありますけども、まあ、1度以下の、ってますから、0.5 度前後以下のエラーの場合は、私は00と計算しています。何しろ地球規模のことですからね。で、120.0 ということになります。で、こういう位置関係にあるということですね。で、さらに話をつなげていきます。で、大占領とは何かということですけども、やはりこう、太平洋を挟んだ、いわゆるまあ、西側の基準点ということになるわけです。で、まあ、同時にですね、天文観測所として機能していたという証明も、すでに林浩がいたしました。で、これが大占領マウンドですね。で、ただそれだけではなくて、それから世界の、いわゆるまあ基準点の中の基準点になっているということですね。で、ライン理論でもう一度簡単に説明しておきます。ここに今、大占領があります。そして、ロアペフ山ですね。トガリオ山ってですね、現地の言葉でね。私はロアペフ山って覚えたんですけど、アンコールワットと、それからイースター島となります。このアンコールワット、イースター島となりますと、ギザへと向かいますけど、アンコールワットじゃなくてプレアピヒアでもいいかもしれません。まあ、エラーはほとんどありません。で、途中にキナバルがあって、その間の角度は120度で、右上、いわゆる東の方に登ってきますと、このラインが、ブライス、それからサーペントマウント、カオキアリと繋がっていきます。そしてその先にワシントン DC があるということですね。何かしら大きな関係があるように思われます。ワシントン DC、先ほど言いましたように場所が先に決まっていたということになります。で、この緑の線に注意してください。このラインは、今、ブライスのインターグリスの上を通って、それからカフキアを通って、それからサーペントマウンドへと繋がっていきます。で、これはサーペントマウンドも、それからブライスインターグリスも道路標識です。これも林浩説ですよ。で、ワシントン DC ということで、その証明もこれからちょっと簡単に説明しています。で、60.62 ですけどもね、西に向かいますと、これが大占領に向かいます。まあ、要するに、1020メーター地図の上ではですね、60、120という数字が頻繁に出てくるということです。まあ、エイリアンの使っている、いわゆる神々の使っている地球儀というのは、60度、120を中心とした1020メーター地図を使っていたということです。まあ、人間には使いこなせないと思います。で、この大占領マウンドですけども、これは比叡山、清水寺を通って大占領へやってきます。そして大占領は二つに割るということですね。なあち、比叡山はそうした基準点であり、清水寺は、まあ、はっきり言えば UFO の発着台であったということになります。で、ここが、まあ、大占領ですね。これが、まあ、ブローの線横線が、これが、サーペントマウンドから引いてきた線です。となります。皆さんはこう思われるでしょ。なぜサーペントマウンドなのかということになりますよね。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。いわゆる、まあ、エイリアンの中心地であったということになります。その理由はですね、後で説明します。で、ナスカ理論でもう一度説明します。先ほどの繰り返しになりますけども、まあ、何度もこうして精査してみてるわけですね。このラインがですね、大占領から引いてきた線です。そして、このラインがカフキアマウンドから引いてきた線です。大占領、カフキアはですね、このように関係しているということです。カオキアの方のなんか形が崩れてますけども、でも日本の前方後円墳だってほとんどが形が崩れてますからね、2000年近い年月が流れてますから、そしてワシントン DC、それから、というふうに繋がっていくわけです。で、プライス、それからバリオファイアは右の方にあります。で、この特に、ね、大占領、カオキア、それからサーペントマウンドがですね、等間隔に並んでいるところに注意してください。これらの線を正確にこの滑走路と重ねますから、皆さんも自分で線を引いて確かめられると良いかと思います。ここに糸形図を示しておきます。そしてこのように、まだ、そしてですね、サーペントマウンドからのラインの入り口を見てください。ここにくるくるくると巻いてますね。これは、本によればですね、学者たちの意見によれば、螺旋模様とか、スパイラルと書いてありますけど、これスパイラルなんかじゃないんですよ。蛇なんですよ。頭があるでしょ、ちゃんと。ねえ。ということは、これ蛇なんですよ。ということは、いわゆるまあサーペントマウンド行くラインの上に、これは、この線行くと、サーペントマウンド行きますよということを示しているわけです。サーペントマウンドはそれだけ重要なんですね。何かがありますね。下には。はい。ということに、まあ、いろいろとこう、まあ、楽しい空想力が膨らんできます。まあ、これも大占領マウンドですけども、これも、まあ、今見せ、極めて重要な拠点です。二重枠で囲まれています。まあ、小さな、ね、地上絵もそうですけども、重要な絵には二重枠を多くて、このようにエイリアンは囲みました。で、これが、角度を今計算しているところですけども、ほぼ 120.0。まあ、正確に言えばね、110.29 ですけどもね。まあ、そういったエラーはあります。しかし、まあ、120と、林浩は判断しています。この 270.00 は正確に出てきますよ。プレアピヘルと、まあ、まあいいです。これは、この120.00という数字が出てきます。で、サーペントマウンドは何かということですね。実はこのサーペントマウンドは、
極めて重要な道路標識であったということです。じゃあこれはどうして道路標識かということなんですよね。それはこれから今順に説明しますが、これはですね、基準点をうまくそのカムフラージュしているか、点だけでわかりませんのでね、こういった蛇の形をして基準点を示したというふうに林義雄は判断し、その謎も解けました。で、サーペントマウントの謎をこれから皆さんに話します。もちろん、バイ林義雄ですよ。まあ、どこかでね、同じような意見を見られましたら、林ひろしのパクリだと考えて、その方の方を疑ってください。その方の発表日付を、と私の発表日付を比べていただければわかると思います。もうこのサーペントマウンド、標識説はもう私が発表して3年近くなります。2年以上になります。まあ、ここが基準点。右下が、ブルーのところが基準点です。そしてぐにゃっと曲がってるコーナーがありますね。これが基準点なんですよ。今これから見せしますけど、その点が重要だということです。ちょうどぐにゃっと曲がったその山のところですね。山の頂点のところが基準点だということです。あと、地球はですね、二つこの点がないと全世界は網羅できませんから、もう一つは卵の中心ということになります。で、ナスカから線を引いてみます。ナスカからサーペントマウンドに引いています。この黄色い線がナスカから引いてきた線ですけども、このくるくるっと回ったところ、上の目のところを見てくださいね。綺麗に重なりますね。ただし、このサーペントマウンド、明らかにナスカを意識して作られたということです。次に、ティオティワカンから線を引いています。この、やはりぐにゃぐにゃっと回ったところと左ひったがそうですね。そして、コーナーのところと重なりますね。このようにして、このライン、点と点をつなぐと、ティオティワカン行きますよということを示しているわけです。そして、北極ですね。という北極はですね、北極はですね、この場所からもわかりますから、特にというわけではありませんけども、この目のところと、それからくるくるっと巻いた基準点とつながるとそうです。それからギザのエジプトもあります。ギザのエジプトもですね、このくるくるっと曲がったところと、ここですね、このやっぱりぐにゃっと曲がったコーナーと重なっているところに注意してください。こうして、2点を通ることによってですね、そして場所を示したということです。モヘンジョダロも当然あります。注意深くご覧くださいね。で、モヘンジョダロはですね、3点取りましたけど、左の2点でいいですね。一番右の点は、これは私は間違えて打ってしまいました。ですから、この左の2点でモヘンジョダロを示しているということで、マガオのバックオフスはですね、トンコはわかりませんでした。ですから、普通はですね、私こういう調べてるときには、マガオは必ず出てくるんですけど、どういうわけかサーペントマウンテンに関しては、マガオはありませんでした。で、カラクルム、蛇の王国ですね。歴代の王の名前は、みんなサーペントという名前がついています。スクロールサーペントとかね、いろんな名前がついています。キングサーペントとか。蛇の王国です。やはりあるということですね。山のところにあるということです。それからイースター島もあります。で、イースター島もありますから、注意深くご覧くださいね。このくるくると回ったところと、これはですね、手前のちょっと点の間違えたんですけど、もう一つ山の下の方ですね。今は一番上は間違ってます。で、今下の方で合ってますね。今この点で合ってます。で、2点でイースター島。今イースター島の真ん中央に書きましたね。このイースター島のところが正しい点です。やはりコーナーの角の、山の角のところにあることに注意してください。なあし、こういう形でサーペントマウンドは位置を示した。で、しかしこれでは地球の半球体部分しか表現できませんので、もう一つ左上に基準点があります。それが卵の中心点です。で、これがインディアヘッドロックから引いてきた線ですけども、同じようになります。から、プレアフィヒアはですね、あるもないもない、もう基準点中の基準点ですけども、一応引いてみました。で、ないとは言いませんけども、このようにあるということですね。ちょうど、卵と、それからくるくると曲がったところの角にあります。頭の部分ですね。ですから、やっぱり大事だということで、もちろん大線量もありますよ。大線量マウンドから線を引いています。サーペントマウンドで引いてますね。そうしますと、綺麗にありますから、ご注意ください。注意してみてください。これはそうですね。それから、この場合は、卵の方が基準点になっているということです。こうすることで世界、半球全地球を網羅できるということです。これはちょっと怪しいんですけどもね、カホフキはもうね、ちょっと無理に調べてみたんですけども、これは正しくないと思います。これから先ね、いろんな研究が進んでいくと思いますけども、私、林博士の説によればですね、これは道路標識、あるいはその方向を示す重要な絵であったということになるわけです。ただ、点だけではわかりませんからね、これは蛇を模してですね、ぐにゃぐにゃぐにゃと書くことによって、2番目の山と、それからくるくる回るとどこどこ行くんだぞということを、エリアが知ったと思いますね。私は神々と呼ぶエイリアンです。今その点に点をつけてみました。このぐにゃぐにゃと曲がった山のところが一つの点である。そしてその点と右下のブルーの点をつなぐと方向を示すということですね。同じ方式で書かれているのはプラチナインタゴリオスです。これはサンアパスの巨人も同じ方式で書かれています。で、それからサンサンの大食材ですね。それも後で説明します。で、これがですね、こういった関節のところ、くねくねと曲がっている
点がこの基準点なんですね。そして2点をつなぐことによって方向を示しているということです。まあ、トップバッターはテオティワカンです。右の方からテオティワカンから線を引いていました。そしてこの2点がですね、テオティワカンの方向を正確に示しています。メサベルでですね、インドの、まあ、洞窟寺とも大変コンセプトに似ている洞窟です。そして北極です。そしてモヘンジョダロもあります。まあ、このように、まあ、つながっているということですね。まあ、ほぼこの、巨人はですね、北極並びにモヘンジョダロを向いているということになります。このようにですね、これギザですね、向かって左側の腕ですね、上腕が、ギザを示しているということです。これサンアパスの巨人の棍棒がそうですね。まあ、要するに、それからナスカの宇宙飛行士もそちらの方向を示しています。というように、まあ、重要な方向を示しているということですね。by 林博士ですよ。繰り返しになりますが、どこかで同じようなもうすでに発表なさっている人はいらっしゃいますけども、それをそちらの方がパクったんですから、どうかご注意くださいね。林博士がパクったなんて思わないでくださいね。本当にこの世界はね、早いですから。で、ギザ、それから、こちらが、ナスカ、それからイーサーアイランドときの赤道を横切ったところに、ウェスポールがあります。ウェスポール、イースポール。それが極めて重要なポイントですね。右30度で行きますと、エブベリーと行きます。まあそういった関係も、このウェスポールを中心として出来上がっています。そして左の方行きますと、ティオティワカンですね。で、ティオティワカンから90度で上がりますと、モヘンジョダロ。それから60度で上げますと、ギザと繋がっていきます。このあたりの数字は極めて正確に出てきますから、明らかに出てますが、これ偶然とはもう言えないですね。それから、まあ、まっすぐ下90度行きますと、イースター島へと行きます。どういうことか、イースター島とそのモヘンジョダロを繋ぎますと、ややティオティワカンでずれるんですね。まあ、イースター島でちょっとまあ、はじめにエラーと言いますか、作り間違えたんじゃないのかと、林博士は考えています。そして、これが、ギザ、ナスカ、それからイースター島を繋いだ線と、それから赤道横切り線ですね。その間の角度は 60.00 になるわけです。そして、まあ、その小さい角度は 30.00 になるわけですね。そしてテルジワ、ティオティワカンへと向かって上がっていきます。繰り返しになりますが、90度でモヘンジョダロ、60度でギザとなります。こういう位置関係にあるということですね。そして、モヘンジョダロからティオティワカン、モヘンジョダロからギザは正確に 60.00 の角度になるということですね。で、ウェストポール、それからギザ、それからモヘンジョダロ、これも真一直線で並ぶんですけどもね。ですから、ウェストポール、いわゆる、まあ、ナスカの半極点はプレハフィアですけども、イースター島の半極点はモヘンジョダロややずれてますけどもね、地球が楕円球体のせいであることも一つの理由に考えられます。で、先ほど言いましたように、ティオティワカンの山道は正確に、モヘンジョダロを見ています。太陽の日没、あるいは日の出の方向を示すためだけのためにね、あれほど巨大な建造物は建てませんね。それから頂点と頂点、第一、第三の頂点をつなぎまして、それを90度で行きますと、ティオティワカン、もしくはポプカティピティ山に行きます。ポプカティピティ山でつなぎますと 90.000 となるんですよ。ティオティワカンでほんのわずかずエラーが出ます。で、反対側135度に向かいますと、もう返上だろうという位置関係にあります。まあこれライン理論を簡単にこの部分のですよ、ギザを中心としたライン理論を今皆さんに説明しているところです。こうしたその基準点がですね、そうですね、地球上に3、4箇所ありますね。まあ基準点の基準点ということになっているわけです。そしてティオティワカンの山道は正確に、モヘンジョダロを向いています。逆にモヘンジョダロの塔からね、ティオティワカンに線を引いてみられますと、私の言ってることは正しいということを皆さんにも分かっていただけると思います。で、ティオティワカンの山道のことを死者の踊りと言いますし、モヘンジョダロは死の丘という意味です。これは偶然ではありませんね。で、モヘンジョダロは核攻撃を受けて滅んでいるということです。要するに冒頭で英語で言いましたように、こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だって言ってるんじゃなくて、その向こうから事実、いわゆるユニファイ、統合された事実を引き上げてですね、そしてそれを理論化していくということです。でないといつまで経ってもでね、不思議だ、謎だということだけを繰り返して、そして永遠の、なんて言いますか、迷路の中で右往左往をしているだけということになります。まあそうしたね、方法で、まあ、あちこちでも騒がれてますけどもね、不思議だ、謎だ。そんな話はもう聞き飽きましたからね。まあ、これがイーストポールの、説明をしているところです。一応桜島でありますけど、高潮の目をとっても、ややずれるんですね。これね、半極点でもないんですね。ウエストポールと、イーストポールはですね、ややずれるのはどういうわけかわかりません。で、私は北半球と南半球、ややずれた点で、3つの、いわゆるイーストポールを使っています。まあ、それぞれね、ややずれてくるわけです。まあ、地球が、これは楕円球体であるということだけではちょっと説明がつかないんですけどもね。で、モヘンジョダロから60度で上がって、北の方に向かいますと、ティオティワカン。それから、45.44.66度で行きますと、ティオティワカンという関係にあります。ギザのピラミッドからね。
まあ、こうした位置関係になるということです。ですから、まあ、こうしたことをですね、偶然だっていうのも簡単だけども、それだけでは片付けられない、まあ、こうした事実が浮かび上がってきているということです。なわち、まあ、このようにですね、世界をですね、まあ、エイリアンたちの設計図によって線を引かれてですね、こうして出来上がってきたということになります。これが、林色のライン理論ですね。まあ、ライン理論ということは、それを使ってですね、古代の謎を解くからライン理論って言うんですよ。ただ、このような関係になるからライン理論って言うんじゃないんですよ。はい。で、左がモヘンジョロ、右がイースター島です。で、この大地というところも非常に怪しいわけです。特にモーリア島ですね。私たちは人口造成島と判断しています。そしてその直線上に、ガムがあり、それからルンビンがあるんですね。それからナマドール、ポンペイ島のナマドールがありますね。その間の角度60度で行きますと、ハワイからギザへと向かいます。それから反対の60度で行きますと、まっすぐとティオティワカンへと向かいます。間の角度は60、60、60となります。もうこれも偶然とは言えませんね。なので、ティオティワカンってのは人だけ、言いません。モリアとは重要だってことです。オーストラリアのね、ウルル、イナチア、エアーズロックもティオティワカンの方向を見てますし、それから形状とはウルル、マントコナーズも線つなぎますと、モリア島に向かいます。それから、イースター島、カーバー。イースター島とですね、ルンビンにつなぎますと、正確にカーバーの上を通ります。エラーは10メートル以内です。10メートルですよ。では皆さん。また、よろしくお願いします。では、bye for now.